はい。こんにちは。k ボーイです。f l ッ t t e r 3.0に変わったので、今まで作っていた f l ッ t t e r 大学の基礎編の動画を軽く作り直していこうかなと思いまして、えー、環境構築は、この前 M1 の環境構築の動画作りましたので、えー、今回はその環境構築が終わった前提で、えっと、Flatter の基本的なウィジェットの使い方というところからやっていきたいと思います。 この基礎編シリーズは大体6個か7個ぐらいの動画でフラッターのウィジェットの基本をマスターするっていう目的でやっておりますあの2年前ぐらいに作った動画とほぼ似てるんですけど、まあ、若干ね2年前とウィジェットが変わったりはしてるのでなんかその辺をアップデートしてやっていきたいと思いますはいということで、えーまあ、環境構築終わった前提でちょっと改めて Create New Flutter Project ということで フラットアプリケーションを選択して、えー、ウィジェットサンプルみたいな感じで、まあ、適当に名前つけて新しいプロジェクトを作っていきたいと思います、はい、この辺はね、えー、jp.kboy ウィジェットサンプルでいきますけど、まあ、これは僕の場合は kboy.jp っていう会社のドメインを持ってますんで、まあ、そのドメインをひっくり返して jp.kboy ドットアプリの名前って付けるのが定番ですね。なんか自分のホームページとか持ってる人は例えば藤、まあ、川 .com の人はコム・ドット・藤川みたいなね感じでなあのひっくり返して使うっていうのがまあ定番になってます。はいということでここはねチェック入れた状態でフィニッシュ。フィニッシュ。 あれはいちょっと待ちますはい一旦このデフォルトのねえー、デフォルトのやつあると思うんでこれのなんかコメ,ントコメントいっぱいあるけどまあ一旦ちょっとねそこそこ消してまあ頑張っ全部消さなくてもいいですけどまあちょっとそこそこ消してやっていきましょうはい まあこんな感じですかこれで、えー、iPhone13 の今あのシミュレーター出してますので OpenIOS シミュレーターでシミュレーター出して、えー、このビルドランボタンを押してくださいまあこれ iPhone でも iOS でも Windows の人は Android でもいいので、まあ、そこら辺のシミュレーターの出し方っていうのは環境構築動画で 確認してみてみください、はいはちょっとビルド待ちます、えー、今回ねこのフラット大学の、まあ、新シリーズということで基礎編やりますけどもまた別のシリーズとしてコンブさんの方からなんかじゃんけんアプリを作ってみようみたいなシリーズとかそういう感じでこうシリーズもね増やせていけたらいいなというふうに思って準備してます。 2年前はね、僕一人でやってたフラット大学ですけども、今やもう会社のメンバーとしてね、コンビさんもいますし、もう会社のメンバーじゃなくても、たくさん手伝ってくれてるメンバーがフラット大学にはいますので、えー、チームとしてね、頑張っていきたいって感じです。はいということで、えー、この最初のデフォルトのアプリは、こういうふうになってますと。はいまあ ざっと説明すると上にアップバーっていうまあナビゲーションバーって言ったりもしますけどこの上のね青い部分のバーってよくアプリにあると思うんですけどこれがいわゆるこのワインホームページにあるアップバーですねアップバーアップバーこれでアップバー中にテキストがあってまあテキストのタイトルがこのフラッターデモホームページっていうテキストですよという感じですでえまあ真ん中に2つの 文章と数字がありまして、1個はこの You have pushed the button this many times っていう英語がここに反映されてますね。これがテキストウィジェットで置いてあります。で、この下も6って書いてるのはテキストウィジェットで、このカウンターっていう変数がこのボタン、フローティングアクションボタンっていうこちらのボタンを押すと増えるので、このカウンターっていうやつが。 押すと増えるのでこう動的に変わっていくっていうのがまあデフォルトのねこのカウントアプリなんですけどもちょっとカウントアプリは置いといてここのこの部分ですね要はこのビルドっていうところをいじっていけばこの画面が変わっていくのでここをもうちょっとねあの一旦消して例えばフローティングバックアクションボタン今消すと今消えましたね。 ちょっと一旦これもカウンターを消して、どんどん消して、ちょっと確認していきたいと思います。じゃあ、アップバーもこれも全部消して、もうこも消して、はい、これだけにします。はい、真っ白になりましたね。真っ白になったこの状態から、まあ、よく使う、もう基礎的なウィジェットっていうのを改めて解説していきたいと思います。まあ、これさえあれば、まあ、それなりに画面は組めるっていう、本当に基礎的な。 基基礎の基礎ののウィジェットをちょっととご紹介したいと思い思ますはい、まあ、10分ぐらいで終わ,り終わると思うんで、サクッとやっていきましょう。ということで、このまずはですね、えー、もう一旦これ、スキャフォールドっていう、こちらの、ちょっとアップしますかね、こちら、スキャフォールド。はい、このスキャフォールドが、まあ、基本です。もう、基本的にはスキャフォールドを使います。なんとかスキャフォールド、他にも種類ありますけど、 まあ基本僕はこのスキャフォールドしか使ったことはないですね。はい。このスキャフォールドはもう、1個の画面を作るときに、まあ定番の、もう大元、なんか全体ウィジェットですね。この、この白い画面全体のウィジェットで、まあこれに、例えばそのさっきみたいなアップバーっていう、えー、パラメータが用意されていて、ここにアップバーっていうのを、このアップバーウィジェットをね、 追加すると、これで保存、コマンド S で保存するとここ,ここの電撃ボタンを押したのと一緒に意味なんですけど、これほら、上に出ましたね。こいつがなければ、まあこうですけど、こいつが戻ってきたらこいつあれば、この上のバーが出ると。はい。で、その下の白い部分がボディなんですよ、ボディ。ボディですね。で、ボディ。ボディに例えば、まあ、 まずコンテナーっていうこちらのウィジェットを紹介しますけどもコンテナーっていうのはその名の通り箱,箱ですね。もう何もない箱です。コンテナー入れたところで別に見た目は変わらないと。だけどこのカラーとかでちょっと色をね入れてあげると分かりやすいんですけどこのカラーっていうパラメータに対してこのカラーズ .red ってやってみたらここが赤くなりますね。保存します。はい。いこんな感じですね。はい。こんな感じで まあ今3つのウィジェットが登場しました。スキャフォールド、アップバー、コンテナーっていうウィジェットが登場したんですけど、まあそのウィジェットっていうのは、まあこの一個一個こうパラメータを持ってて、アップバーとかボディとか、これはもう決まってるんですね。スキャフォールドが持ってるこの、えー、与えられる、まあパラメータって僕は呼んでますけど、パラメータは、 まあ決まってんですよ、こう、中で定義されてるから、こうやって、なんか飛んだら、これは今で飛んだかっていうと、コマンドを押しながら、クリックしたら飛ぶんですけど、何を渡せるかっていうのは決まってて、何でもいいわけじゃなくて、この名前って、スキャフォールドであれば、アップバーだったり、ボディだったりとか、他には、フローティングアクションボタンだったりとか、ドロワー,ーだったりとか、エンドドロワー,ーだったりとか、なんかまあき渡せるやつ決まってて、これね、指定されて。 渡せるやつ決まってて、で、まあ基本的によく使うのがスキャフォールだったら、まあアップバーとボディ。で、最初あったフローティングアクションボタンもまあたまに使うみたいな感じですかね。まあでもこの2つが基本、アップバーとボディ。で、アップバーの中にも、やっぱりこう渡せるんですよね。このパラメータ、タイトルってやつ。このタイトルの中にテキストっていうウィジェットを入れてみます。テキストウィジェットはここにもう表示したいテキストを入れますと。 え僕の名前である K ボーイっていうのをここに入れますとそしたらここに出ますとはい出ますねここが K ボーイじゃなくてあなたの名前にね変えてみてくださいまあ K さんだったら K とかね太郎さんだったら太郎とかねはい花子さんだったら花子さんみたいな感じで変えてくださいここねでコンテナはもうまあさっき言ったように箱なんですけどまあ例えばカラーだったりとか いろいろ、w i t z とか h a t とか Hate とかなんか渡せる横幅縦幅とか渡せたりとかパディングとかマージンとか渡せたりします。はい。で、えーまあ、今ボディとかアップバーがあったんですけど、まあ、基本的にはまあンコンテナもそうなんですけどチャイルドっていうのを持ってるやつが多いです。チャイルド。子供ですね。コンテナの中に チャイルド子供ととして入れ込んでいくと例えばここにテキストを入れればこの赤いコンテナの中にあの太郎ってテキストが入り込むとあこんな感じでちっちゃくなりました,くなっちゃいましたけどこんな感じで入り込むと、はいまあ、ちょっとこうチャイルドができたことによってテキストがねテキストのサイズになっちゃ,なっ,ちゃったんでこう全体ちっちゃくなりましたけど でまあ、例えばこれ,これで横幅っていうのを例えば100って指定してあげるとこのちょっと長くなったりとか縦幅を300にしたらちょっと長くなったりとかこんな感じですねします。はい、でさらに、まあ、コンテナはね結構こういうのいろいろあるんですけども、まあ、ちなみにこれダブル・ドット・インフィニティっていうのにちょっと用意されたこれにすると全体に広がるっていう。 インフィニティという、ね、名前の通りですね。はい、こんな感じで全体に広がりますね。で、このコンテナの中にチャイルドの太郎がありますよみたいになってて、まあ基本的にこう全部左上にこう、ね、太郎がこんな左上にありますけど、出て、あの、配置されるんですけど、真ん中にしたい場合は、えー、あ、そう、さっきからやってる、ここでね、Mac の人はオプションエンターをね、 押すとここ、えー、これなんんかここに出てくるんで選択肢がこれオプションエンターでこ上から囲むやつをラップラップって書いてますラップ・ザ・センターとかこれ押すとこれセンターで囲めます下真ん中になりましたテキストをセンターで囲みましたこれでちょっと後ろにねカンマとかつけてあげて保存するとこう綺麗になりますけど まあこんな感じでコンテナの中にセンターセンターの中にテキストっていう感じでこうチャイルドが2つ入れ子になってますねこなんな感じでチャイルドチャイルドっていう感じででまあいい感じでこうチャイルドっていうのがどん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 ,どんこの子供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 っていう感じで入れていくというか、ね、テキストはチャイルド持ってないですけどもうテキストはもう最後の最後の取り出じゃないですけど最後の最後の <laughs> この文字に対して子供っていう概念は難しいんでセンターっていう,こう真ん中にする対象はこうテキストだったりコンテナーっていう箱に対する対象はあの子供はセンターみたいな感じになりますちょっとあと2つだけウィジェット紹介していきたいと思いますちょっとこの色がね濃すぎるんでもうちょっとグレーとかにしておきますかはいちょっともうちょっと明るい色にしたいですけども カラーズイエローイエローでいきますか。イエローでいきましょう。はいイエローでいきたいと思いますが、えー、ちょっとセンターを外します。オプションエンターで。リムーブディス。はい、ちょっと Windows のやり方はですね、Alt、オルトエンターですね。a l t エンターで、この、これです。この、これが出せる。 これは上からさっきみたいにセンターみたいに囲んだり囲んだやつを外すときもこうオプションエンターでリムーブディスビジェットしたら外れたりとかこう便利なんでちょっとここれのショートカットになれるといいかもしれないですねはいということでちょっとテキスちょっとコンテナーまあコンテナーあっていいかコンテナーのじゃあこ,こ,このチャイルドからスタートしますけども今度はあと2つ紹介したいんですよカラムっていうやつと、えー ローってやつを紹介しますまず、カラムは、これ単体では何も表示されないんですけど、カラムとかローとかスタックってやつは、チルドレンっていうね、子供たちっていうのを渡せるんですよね。チルドレンカッコカッコで。で、このその名の通りね、たくさんウィジェットをね、突っ込めるんですよ。このカ,カラムには。まあ、カラムとかローってなんか、英語でまあまあ、その行と列っていう意味ですけども、その例えば、 カラムっていうやつにさっきまあテキストねこう入れ,入れますと、まあ、データってやつ、まあ例えば、えーまあ、僕のね何ですか、まあ、プロフィールみたいなの書いていきますかはい30歳と、はい、30歳、はい、30歳30歳,30歳の次は30歳を3お、30歳縦に 1>, 1、2、3、4、5並べ,並べてみました。こんな感じでカラムは縦に複数のウィジェットを並べるためにあります。だからチルドレンなんですね。たくさんウィジェットをこうカンマで区切って、えー、やっていきます。まあ、ちなみにこのなんか並々線のエラーはちなみにコンストっていうのをつけると直るんですけど一旦あの一旦今あの まあどっちもいいというかこれつけたら多分治りますけど一旦あのウィジェットの説明したいんで省きますまたコンストについては勉強しましょうということでこう30歳でえ今札幌住みで <laughs> 住み住んでるはいえー、まあ男で趣味はダンス まあ、あとは、あとはサウナみたいな感じで、こんな感じで縦に並べました。はい。30歳、札幌ー男、趣味はダンス、あとはサウナ。こんな感じで縦に並べてみ,みました。はい。これ、カラムっていうのを今やっていましたけれども、もう一個ですね。カラムとは縦でしたけど、ローっていうのはちょっと変更してみましょう。ローにしてみますと、はい。横になりました。ちょっと真ん中来ちゃってますけども、 えー、30歳、サポーズ見、男、趣味はダンス、あとはサウナっていうのがこう横に並びましたスペースがちょっと空いてないからつながって見えますけど、まあ、こんな感じであのカラムは縦、ローは横に複数のウィジェットをこのチルドレンのッコの中に入れてカンマで区切って配置していくっていう使い方をしますもちろんここを、まあ、コンテナーとかにして えまあちょっと例えばちょっとサイズをね指定しますけど、50、850、カラーがレッドとかにカラーズレッド、カラーで、ちょっとカンマ、区切ってあげますと、テキスト、テキスト、コンテナ、テキスト、テキストってなって、30歳、札幌、み赤。 異資格趣味ははダンスあとはサーナーこういう感じでなります。こんな感じでこう、な別にテキストじゃなくても、こう、複数、ウィジェットをこうやってできる。横に並びにできます。ちょっとはみ出しちゃったんでエラー出ましたけど、まあこういったの対処法はね、また勉強するとして、一旦、今回はこのぐらいかな、えー。登場したウィジェットは、スキャフォールド、アップバー、コンテナー、えー テキスト、えー、ローとカラムかなそんな感じかなえー、あとセンターとかね、使いましたけど、そういった感じで、まあ、ウィジェットが無限に、無限じゃないけど、まあ、な100個以上あると思うんですよね。何百個あるのか知らないんですけど。でも、基本的によく使うのはやっぱこの、この辺なんで、カラム、ロー、テキスト、コンテナとか、 センターとかアップスケフォルドアップバーみたいな感じでよく使うウィジェットっていうのがこの辺なんでまあ基本ですねでこの辺の基礎の基礎をまずは覚えて例えばローとかカラムとかセンターとかさっきの使ってみたりしてなんかこれだけでもちょっと面白いと思うんでパズルみたいで例えばローの中にローも入れれるんでねカラムの中にカラム入れるんでんこの中にさらにみたいなこともできるわけですから ここにさらに絡むとか、そういうこともできますね。だから、いろいろこうパズルみたいな感じでできますんで、その辺ちょっと遊んでみてほしいかなと思います。はい。はい。ということで、今回の動画は、基本的なウィジェットの使い方ということで、本当に基本ウィジェットをやってみました。で次の動画では、まあ今紹介しなかったですけど、ボタンのウィジェットを配置してみて、 で、ボタンを押したら画面を遷移するっていう。いろいろアプリ使ってるとログイン画面だったりトップ画面だったりとかマイページだったりとかそういう画面が分かれてると思うんですけどこの画面から次の画面に移動するっていうのを画面遷移っていうんですけどその画面遷移を次の動画でやってみたいと思います。はい。ということで今回の動画は以上です。See you next time.